の皆さん、こんにちは、つるりんです。でももう、やったことも、それめんどくさいとか、もう本当に、本当にやりたくないですけど。皆さん。皆さん。お待たせいたしました。月一贅沢でーす。金。はい、というわけで、今夜もやってまいりました。月一恒例企画。毎月こんなことがあったよって報告しながら収入公開する動画です。よろしくお願いします。まあ、このシリーズ結構やってきてるんですけど、やっぱ月一でやるって決まってるから、なんか月の頭になったらね、よし取るぞって感じになってね、めちゃくちゃ気合入るんですけど、今回も1ヶ月振り返りながら、月一贅沢でやっていきたいと思います。まあ、ということでね、まあ、月一贅沢デーってことなんで、まあ、一応、つるに1ヶ月お疲れ様ってことで、贅沢しながら1ヶ月振り返ろうっていう動画なんで、今回の贅沢品発表したいと思います。今回は、もうこれだいぶ贅沢だからね。ドン。あ、出てくる、ドン、ココイチ。はい、ということで、ゴリゴリのチェーン店、ココイチです。まあ、でもちょっと見てほしいんだけど、見てこれ。いやいや、トッピング3つは贅沢すぎるって。これに関してはマジで贅沢。普段はね、この手仕込みトンカツとソーセージしかつけないんですけど、今日はね、ハムカツもつけました。これ精一杯の贅沢なんで、まあ、ちょっとね、普通にお腹も空いてるんで、食べながら、2023年5月、振り返っていきたいなと思います。というわけで、ね、つべこべかべこべ言ってでもカレーライスは食べれないということで、早速やっていただきます。レッツーカレーライス、ザイス、クーキース。はい、というわけで収入公開謎にこの画角なんですけど、トッピング多すぎてルー別になっちゃったから、この上からかけるしかないってこと？ガチでうまそう。世界で一番うまそう。で、ここに垂らすと。ジャバー。とほほほほほ。というわけでカレー完成したんで食べていきたいと思います。うわ、マジでうまそう。じゃあ、いただきまーす、まーす、まーす、対地。1115飴、ペッ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 ペロ。どうすこい。カツと米とカレー一気にいっちゃいます。これマジでうまそう。トンカツは端っこがいっちゃうまいからね。端っこの希少価値がエグいんだから。というわけでいただきます。うまそう。本当に食べちゃっていいのかな？それでいただきます。ビューティフォー。うますぎ、マジで。これしか勝たんですか？マジでうまい。ココイチうますぎる。止まんないもん。飲み物のお口直しはこちら。茶色のやつ。はい、伝統ですね。茶汁と書いてカフェオレと読みます。いただきます。あんた最高だよ。ちょっとハムカツ俺初めて食うし、ちょっと食べてみていい？ココイチのハムカツ、いただきます。うん。え、うまっ！めっちゃうまい！うん！え、うまっ！え、これバリうまいぞ。やばい！うまっ！最高かよ。やっぱココイチしか勝たんすね。というわけでね、月一贅沢でね、まあ、毎月やってるんですけど、先月が闇散らかしてたってことで、僕ね、普段 YouTube、あとま、TikTok ライブ、で、あと他に編集の仕事2つやってたんですよ。でも、その中の編集の仕事1つ減っちゃって、大ピンチだよって言いながら病んでたんですけど、未だに金ない。うん、びっくりした。どんくらいやばいかって言ったら、ちょっと前まで口座の残高795円でした。本当にやばいよ。本当にヘラヘラ、なんか出た。本当にヘラヘラしてらんないんで、まあ、YouTube も TikTok ライブも編集の仕事も、しこたま頑張るしかないんですけど、そんな現状でね、でもね、やる気はマックスです。全部のこと 100% でやんないと今後俺死んじゃう。ならちょっと頑張っていくんですけど。だからね、このメインチャンネルでもね、雑談生配信っていうのを定期的にやろうかなと思って、どうかなみんな。結構俺生配信好きで、こうリアルタイムで視聴者さんとコメントでやり取りするのとかめっちゃ好きで、まあ、最近だったら何万人突破配信でよくやってるんですけど、定期的に雑談配信もありなんじゃないかなと思って、もしありだなって思ってよかったらコメント欄書いてください。多かったらマジでやります。まあ、ちょっとほんと話の流れは悪かったんですけど、スパチャ目当てとかじゃないですからね。本当に違いますからね。一応言っとくとスパチャはウェブから投げた方が僕に入ってきやすいんで。よろしくお願いします。じゃあ5月振り返ってこっか。いろいろあったんすよ、5月も。まず5月ね、始まってすぐに、トマニーと桃鉄100年クリアするまで終われない配信をやりました。まあ、結論から言うと、50年でリタイアしたんですけど、それでもね、24時間以上ぶっ通しで寝ずにやって、50年だったんで、悔しいんですけど、本当はね、トマニーと、もう一人、まあ、愛知県を代表するカップルチャンネル平越放送局の平野くんと3人で、4日間くらい予定開けてね、やろうと思ってたんですよ。でも、いろいろ配信のトラブルとかで、2日遅くなったんですよ、配信開始時間が。それで、2日分押してたら2日しか開けてなくて、あ、これ無理だってことで50年でリタイアしたっていうね。ただまあ、残りの50年もまた、どっかのタイミングでやろうってなってるんで、ちょっと残りの50年楽しみにしておいてください。ほいで、で、5月の8日。ヨネズさんのライブに行ってきました。ヨネズ剣士。愛知県でね、やるライブに当たりまして、行ってきたんですよ。ね、めっちゃかっこよかった。センター分けで来て、こうやってヨネズさんが、ヨネズさんだと思ってね。まあ、最初歌から始まるのよ。で、その後のトークで、いやー、今日はコンタクトつけてるんで、かっちり見えますからね。みたいな MC してて、うわ、かっこいいと思って、僕もコンタクト買いましたね。まあ、俺も8月にね、ライブハウス借りてやる、まあ、でっかいイベントがあるんですよ。8月8日ね、火曜日、開けといてね、絶対に！デカめのイベントやるんで開けといてほしいんですけど、その時に MC で、コンタクトつけてるんで、
こっちに見えますからね。やりたくて買いました。コンタクトデビューを果たしたんですけど、そのね、米津さんのね、ライブ、MC 大事じゃないですか、ライブって。曲、歌はめちゃくちゃ上手かったよ。で、米津さんの MC がね、始まるわけですよ。第一 MC。なんか、最近、爆弾を探すゲームにハマってまして、みたいな話が始まって。マインスイーパーってゲームなんですけど、なんか、街中のタイルとか見ると、その、爆弾ないから探しちゃうようになっちゃって、みたいな話してて、なるほどなるほどって。で、もうなんかもう、自分が爆弾処理班なんじゃないかって思って。どういうオチになるんだろうって思ってたら、まあそのゲーム、いつも通り一人でやってたんですけど、いつも通りの通り、一人ぼっちでやってたんですけど、聞いてください、ルーザーって、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいや。まあみたいなことがありまして、米津さんのライブもね、楽しかった。キックバックがすごい盛り上がってたよ。米ちゃんよかったよ。うん。で、まあその次、5月13日に、まあ、公開撮影やりまして、また雨降ってね、変な高架下やったんですけど、来てくださった方々ありがとうございました。毎月みんなに会えるのが恒例になってきてて、嬉しいね。その撮影なぜかね、僕の父と母も来まして、まあ視聴者さん何人かと写真撮ってたんですよ、父親が。その後にね、実家に行ったんですよ。そしたら、父親の携帯の画面見たら、その写真見ながら、必死に名前を覚えてましたね。もうそんなことしなくていいのに、これがあれだろうみたいな言ってきて、まあ、ほぼ間違ってたんですけど、まあ、そんなことがありながら、でこれ5月14日これやばいよ。なんとですね、ついにナエに会いました。あ、わかんないかみんな。ナエナノちゃんに会いました。ついに、僕が密かに推してるというか、まあ、あのね、まあ、リアコなんですけど、で、その、苗が、苗なのちゃんが、大阪でね、なんか、カラコンいっぱい買ったら、チェキ取れますよ、みたいなイベントあって、熱っと思ってね、行ったんですけど、とりあえずね、まあ、前提として、そのイベントまでに、一回僕ね、苗の、苗なのちゃんのツイキャスにね、コメントしたことがあって、たまたま拾われて、まあ、その気づいてくれる人とかも、ツルニーだ、みたいになって、存在は知られてた状態で行ったんで、バーって入ったら、気づいてくださって、で、僕は、ツルニーです、って言ったら、あ、来るって言ってましたね、みたいな感じで、こう喋ってて、でまあチェキ取るってなって、まあ一応取ったチェキがこちら。なえなのちゃんすっごい楽しそうですね。すごいやっぱウキウキな気分で会えたんで、もうすごい楽しそうな顔してもらえてね、もうハッピーなんですけど、そのイベントでね、もうすごい特典があって、そのなえなのちゃんがこっち側が書いた言葉をボイスメモで言ってくれるっていう特典があったんですよ。で例えばツルニー大好きとかやったら、それ読んでくれるんですよ。でやべえイベントだなと思ってなんか書こうと思ったんですよ。で自分がねなんかその嬉しい言葉書こうと思ったんですけど、ちょっと待てよと、俺ユーチューバーだ。もうファンすぎてもちょっと恥ずかしいなと思いまして、どうしようかって考えた時に、逆再生したらその言葉になるようなことを書いて読んでもらったら、変なうわこいつガチじゃんとか思われずに俺が喜ぶこと言わせれると思いまして、逆再生でちょっとナエの声、あ、ナエナノちゃんの声ね録音してあるんで一回聞いてください皆さん。こちらお願いします。ツルニー行きました。ちょっと待って、ツルニーって言ったね今。ナエの声、ナエナノちゃんの声でツルニーって言いましたね。そんなのどうでもいいか、行きますよ。お願いします。ツルニー行きます。イクシアディヌルツ。さあ、これ逆再生したら俺が湧く言葉になるんで、ちょっとこれ逆再生するか。これまだ聞いてないんでね、うまくいったら俺が喜ぶ言葉になるんで、いきますよ。頼む、うまくいっててくれ。それではいきます。ツルニ大好き。え、皆さん今聞きました？今なえのか、なえなのちゃんの声でツルニ大好きって言いましたよね。うわ、やばい。え、待って、嘘でしょ。え、ちょっともう一回、もう一回聞きます。ツルニ大好き。あ、これ完全に言ってるわ。いや、これめちゃくちゃ宝物ですね。まあでも普通に言わせればよかった。まあそんなね、おたかつもしながら楽しめた5月でしたね。ということで、そろそろね、お待たせいたしました。どうせこれ見に来たんでしょ、あんたらってことで、収入公開のお時間です。まあ、収入公開しか興味ない人はさっきのナエナノちゃんのくだりとかめちゃくちゃどうでもよかったと思うんですけど、ちょっと今回もね発表させていただきたいと思います。で一応振り返りなんですけど、まあ、前回がまあ結構ピンチでしたよと、8万いくらとかでこれ生きていけないんじゃないかってなってた状態です。それでは発表したいと思います。2023年5月の月収は大好き。182,947円。えぐい。ちょっと待って、落差すごいって、前回8万で今回18万、落差すごいって。ということで、なんでこんないったっていう感じなんですけど、182,000円。え、これなんで俺なんかズルしたかな。あー、ショートがすごいバズったんだ。今回ショートだけで約116,000円いっております。嬉しい。ショートか、なるほどね。あ、でライブ配信のスーパーチャットで43,000円ということで、ありがとう。本当に頭が
からんでこれ。まあ、この二つが大半を占めてまして、このようにショートとスパチャの機能がなかったら、僕の今月の月収22,000円だったんで危なかったです。本当に助かりました。ありがとうございます。動画の収益だけは22,000円ということで。ちょっともっとね、動画を頑張っていかないとね、いけない。まあ、頻度を増やすとかね、そういう些細なことが頻度になってくるんでね、つって。今月はマジで金ないから、これ振り込まれるの月末だから。ハングリー精神マシマシで、いろんな動画出しながら、TikTok ライブもサボらず、全力で頑張っていきたいと思います。はん。というわけで、ごちそうさまでした。はい、というわけで今月の贅沢でどうだったでしょうか。まあ、結構ね、いろんないいことが起こりまくったんで、まあ、だいぶテンション上げ上げなんですけど、よく考えたら、お金全然ないんでテンション下げ下げでした。というわけでね、本当にちょっと本当にやばいんで、ちょっとハングリー精神増し増しで、今月頑張っていこうかなと思いますので、どうかよろしくお願いします。まあ、ということで、まあ、本当にハングリー精神がめちゃくちゃあるってことなんで、まあ、今月の収益はま、120万目指して頑張っていきたいなと思います。というわけでこの動画いいな、つるにに頑張ってほしいなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、つるばーい。